皆さんこんにちは。 JRP ニューステレビジョンです。で、今回のテーマは、今日は12月の25日ということもありまして、この1年をちょっと振り返って、どんな年であったのかということを振り返ってみたいと思うんですけれども、まあ、その中で今年あった中で一つはオリンピック、東京オリンピックが中止になるんじゃないかと思いながら、とりあえず開催をしたということと、それが無観客だということで、これがコロナと関連するんですけれども、結局この1年間コロナで騒がれて終わったんじゃないかなと思うんですね。で、それで多分おそらくこのコロナの中で、私東京オリンピックはなくなるんじゃないかと思っていたんですけれど、無観客ということで経済効果はガタ落ちであるし、いろんな意味でこうやめた方がいいんじゃないかというような、国民の意見もありながらやっていったので、盛り上がらないけれども、やっちゃったというところで、ある種の、日本の、信用度っていうのは世界的に私あったのかなという気はしちゃうんですよ。そこでは多分まだ時結構コロナが流行っていたんですけれども、そこからだんだんとこう日本の感染者がどんどん減っていくと。で、それでその感染者が減っているのはワクチンのせいかというのもあるんですけれども、隣国の韓国ではワクチンを打っている率というのは日本とあまり変わらないんですけれども、連日増えていっていて、なかなか減らないということがあるので、この日本という国が世界的に見てもコロナ対策がしっかりとできていたんじゃないかというふうに言われているんですね。で、ただしその世界の流れから見ていったそのコロナっていうのが、日本にいると今飲食店も遅くまで営業してて飲み食い自由なんですけれども、このワクチンと、コロナというその関係の監視社会というのは少しずつ進展していってたんじゃないかなと思うんですね。で、この世界の、コロナ対策っていうのを見ていくと、結構いろんな意味でこれワクチンを強制しているところが多いんですよ。だからアメリカとかカナダとかフランスとかそういった国々では、まず職員、公務員ですよね、でそういう公的な職務に就く人たちは、強制的に接種すると。で、医療関係者ももちろん強制的に接種すると。だから私も一応受けているんですけれども、で受けない人は解雇ではないんですよ。だけど無給の休暇ということだから、結局はお金を出さないということで解雇に等しいというような状況が与えられているわけですね。だからその生活費を稼がなきゃいけない人っていうのは受けないといけないという状況が、世界的に広がっていってるのかなと。ということで、その管理社会への、第一歩ということが実はこの2021年は実現されたんじゃないかなと思うんですね。で、前回の時に私 エコノミストの表紙を通じて来期の話をちらっとしたと思うんですけれども、この日本ってそのひどい国かなと思ってたんですけど、多分それは本当はそんなことはなくって、 GHQ による日本人が日本を好きになれないということが、作られていった結果じゃなかろうかということがあって、多分もしこのコロナ禍のああいう騒動の時に日本じゃない国でオリンピックをしようとしてたとしたら、選手団が信用してそこに行くってことがもうちょっとなかったんじゃないかなっていう気がするんですけれども、総裁から見てのこの2021年はどんな感じだったでしょうか。去年1年、2020年は、やっぱりコロナのスタート、そして東京オリンピックの中止、それにこれ中止は、延長という形で2021年、ね、今年になったわけ、しかしその世界を、リードする引っ張っていく機関車は、機関車の存在を認めてる人と認めてない人があるんだけど、
私は機関車は国連だと言ってるわけ、はいはい、その国連の動きを見た場合に、2020年も2021年も、とにかく初めから2年間ずっとワクチンをいかに世界の人類すべてに打たす方向を目指して、いろんな形で強制をしだしたわけ、だんだん厳しい強制力になって、まあ、もうすでにワクチンパスポートによって行動範囲を決めるということになってきてるわけ。そうですね。だからいずれ全世界がワクチンを打たない人は生活しにくい、生きていくのにはものすごくハンディキャップを背負う、という時代がもう2022年が始まると思います。だから好む好まざるにかかわらず、ワクチンを打たなければ働けないという、で働いてない人においても病院の治療が受けにくくなるかもしれない、パスポートない人は病院で治療しないというふうになっちゃうと、これはみんな打たざるを得なくなるから、全世界がワクチン漬けになっちゃう、だからワクチンで全世界の経済をコントロールできるわけです、だから財産持ってる人は、まあ、どんどんワクチン代を今度は自己負担の時代になってくると、でこれは、まあ、大きく考えると、戦争というものは武器を売るわけです、でそれは軍産複合体の莫大な利益になる。そうですね。これは2250年間それは続いたわけ、でこれからの時代はその病気とワクチン薬によってですね、軍産複合体が戦争によって巻き上げるお金よりも、数十倍の金をこの病気と薬で巻き上げようというのが、まあ、今出来上がって、巻き上げて全世界の人々は貧乏になるのを作り出していくわけ。そうですね。で貧乏になって3回飯も食えない、それを2回にしなきゃいけない、最後はもう1回の飯も食えるか食えないかとなった時には、助けてくれという声になるわけですよ、助けてくれというのを作るわけですよ、よし助けますよと言ったらもう全ての人が喜ぶわけ、助けてもらえるという、それで食事代としてまあ全てのもう賄い費も含めて7万円とかね、これがベーシックインカムになる。そうですね。だからマイナンバー、ベーシックインカム、いわゆるデジタル通貨がいずれその同時に3つ揃ってスタートするのはあと数年だと私見てるから。そうですね。ものすごい加速度がついて早くなると。だからこれが全ての民族はそれに追い込まれていってます。これ、今の感染症とワクチンで、でも全部枠に入れてしまえば全てを実施すると、こういうことだと思うから、まあ今言ったそのワクチン薬、これは今の決められたメーカーのみを採用するとしてやれというでしょう。そこにはイベルメクチンは含まれないと思います。そうですか。一番効くイベルメクチンが効かない、採用されないと、だからその今の採用されてる、まあ、モデルナだとかね、いっぱいあるでしょ、これらに、まあ、中国とロシアが開発するやつ、まあ、そういうの何度か付け加えられて、一番効く薬が使っていけないという、これはやっぱりイベルメクチンじゃない、大村博士、なんか一応ですね、このワクチンって、まあ、
感染にはまあ効果があるというふうには一応は言われているんですけれども、まあ医療の医者の間でもイベルメクチンの方がまず管理が簡単というので、要するにまあ、ファイザー社とかは希釈しなきゃいけなくって、冷夏ものすごい低い温度で管理しなきゃいけないんで、そういう普通の冷蔵庫の冷凍庫ではダメなんですよ。もうマイナス何十度っていうような温度管理 でモデルナ社の方がもうちょっと緩和ですけど、やっぱりマイナス20度とかそんな感じだったりするんで、そこでもしなんかちょっとなんか何かがあって電気が切れたら使えないものになっちゃうんですよ。だからそのことを考えると保存にコストがかからずに、何かがあったとしても冷蔵庫が落ちて本当にこれは効いてるのかっていう不安もなく使われるのはイベルメクチンなんですよ。だからトータルに考えると、そこでどういう状況でどういうふうに配慮しながらそれが本当に効果を保ってるのかっていうのは、液体になっちゃえば人ってわからないんですよ。だけどその管理をしていないと要するにね、こう薬剤っていうのは注射液にするためにこの薬物がこのぐらいの pH でこの中で安定してその役に立つ形を保っているということの保証なんで、その温度が変わっちゃうと壊れていって使い物にならないよっていう事態なんですけれど、人の肉眼ではそれは全然わからないんで、正しいものとして認識して打っていくわけですよ。だから一応その製品がどうであるのかっていうことを考えると、私やっぱりイベルメクチンの方が全然いいかなと思って、ね、私らも、まあ、教授は専門家やから、薬学の、私らは全く素人ですがね、で私は自分の判断で、これも理想とすれば、まあ、直感でイベルメクチンが一番いいんじゃないかと、でそれは、まあ、他の専門家の意見もそういう人多いわけ、で今ファイザーとかね、モデルナとか、まあ、いろんな勧められている厚生省が採用するやつは、何があるかわからないわけ、というのは、まあ、全部ヨーロッパは 70% 集団免疫ができる状態に一旦なったわけ、イスラエルももう 70% 超えた段階で、コロナの全てが大体まあ収まっちゃったわけです、これ終わっただぞと、ほんならこのデルタだとかね、で今度はもうオミクロンだとか、まあ、次から次に出て、実質ファイザー打ったやつが3回打ってもまた増えとるわけ、だからこれ一体ね何を考えてるのかねと、これ絶対に自然界の、いわゆる菌ではないと、もちろん自然界で取れる菌を合成しているんだろうけど、そこにはエボラの人の菌もあれば、いろんなものを合成して、だからそれに対応するワクチンも、まあ、にわか作りに作って販売しているワクチンだから、まあ、本当の有効抗体が体にできるとは思わない、だからこれはもうこれから逃げるためには自己の免疫力を上げることを一切言わないでしょう。そうですね、国連も厚生省も、全てはワクチンを売ることに全てが意義あると、ワクチンを売るビジネスにもう最優先してね。そうなんですよ、治療で身を守ることに対してはほとんど言わない、ワクチンを打ちなさいだけ言ってるわけ、私はワクチンも打ってないし、マスクもしてないし、だから一回周辺にもなった人はおりますから、一切かからないわけ、だからこれ簡単に言うならば、はっきり言って私は氷水飲まないだけでこう抗体が出てとるわけ、だから腸で、これは全部発生するわけだから、腸を冷やしちゃいけない、もうこれ一言言ったんです、そうなんですよ。だから
結構多くの人が勘違いしているのは、うん、ワクチンがあの病気を治すみたいに思ってるんですけど、うん、そうじゃなくてワクチンがあの免疫を引き出すっていうことだから、あの例えばね、あの、まあ、あのこう私のイメージからいくと、 ある人が、まあ、英語を覚えたいと思っていた時に、あの結局英語を覚えるのは、まあ、人間の能力じゃないですか。だからその言語の発音を聞き分けてあの覚えていくっていうことは自分でしなきゃいけないんだけど、素晴らしい教材をでレッスンすればみんな喋れるようになりますよって言っても、本人が努力しないと絶対ならないから、本人の能力があってのものだから、まだ生まれたての赤ちゃんにそれをね、あのこう教材 あるよって言っても、 それであのまだ発音もちゃんとできていなければできるようにならないわけですよ。でその、まあ、認知になっちゃった人にそれを出したとしても、あのこう暗記するっていうことがどんどんできなければ、教材が優れてたって、もし立派に作ったとしてもですよ、あのこうダメだから、結局本人 あの努力と力っていうのは同じことなんですよ。それで例えばあの教材がなくって外国人が来ても、そこで仲間とあの、まあ、コミュニケーションを交わしながら、あの英語の能力っていうのをつけることができるわけであって、だけど教材は買わないとできないですよっていうふうに間違った教育をしているのが、今のこの教材イコールワクチンみたいな世界で、生でポンって来ても人間っていうのはそれを習得する能力は持ってて、生で来たとしても免疫を作る能力を持ってるわけですよ。だからその本来自分を強くするのは免疫力であって、でそれであの中途半端なあのこう誰が吹っ込んだかわからないけれど、訛りがあるようなね英語を全てだっていうふうに思い込んで違う発音を学んでいくことを比べていったら、自然界に対抗するために自分が覚える能力とか記憶力とか高めるとか、そういう日常的な反射能力の訓練をしてた方がいいみたいなね、あの世界なんだと思うんですよ。だからその本来はその教材を入れつけたい人っていうのは、これがないと喋れないみたいな嘘をつくんだけど、あの人間は覚える力があって、でそのためにあの、まあ、頻繁に外国人と会ってればいいし、そこにウイルスがあったとしてもそれを徐々にこうあの対抗するものを作ってきて、人類は過去の時代から生きてきたわけだから、決して恐れずに足りず自分を鍛えていった方が、ちゃんとした方の敵に対して戦う力を持っていくってことがあるんで、私はやっぱり自然派の方が絶対ちゃんとしたあの免疫がつくというふうに思ってるんです。もう間違いないんですよ。もうそれは水疱瘡とかその他の、まあ、ケースでも、あのワクチン打った人よりも感染した人の方が絶対に二度と感染しないという、あの免疫力がしっかりついてるんで、だけど予防接種だけだったっていうか、まあ、ワクチンだけだとあの感染する人って必ずいるっていうのは、普通仕事をしてれば必ず目撃する現象なんですよ。だからそのぐらい人間があの実際とあの、まあ、戦っていった方がしっかりとした強い体になっていくっていうのは間違いないわけであって、まずそこが誤った印象を操作をしていって洗脳されてるってことじゃないかなと思うんですよね。まあ今までほな一回かかった人は、その抗体が身に出てとるから、まあ以後はあのかからないはずやね。もうそうで、それをデルタにはかかる、オミクロンにはかかるようになってるのかな。あのそれはあの多分ね、あのまあ多分オミクロンは別の菌や。あの多分ね、あの間違いなく私製造してると思うんですよ。あの自然界の法則からいくと、もともとあのこうあのコロナの系統っていうのはそんなにこう短いスパンでいっぱい変異するってことはありえなくって、あの多分私ワクチン接種をさせるために大げさに言ってるんですけど、オミクロン株ってほとんど悪意ないんですよ。悪意ないっていうのは結局力がないけれど感染力を強いっていうものをあの製造していったんだと思うんですよ。でそうするともう収束されちゃうと困るから、あの広がって人数であの数値を測るとあの増える速度が速いとっていうところで危険性を宣伝できるっていう。で、まあ、一応それであの危険性なんですけれど、死亡者とほとんどいなくって、南アフリカの方の宣伝だと、もともと入院してた人が無理してこう PCR やったら陽性だったっていうと、もともと重篤な人が陽性だったら重篤者として計測されるっていうようなルールで計算してるから、普
通だったらがん患者だというような話とかで終わることを全部なんかコロナにかかった人が重症化みたいなねストーリーに切り替えちゃってるんで、結構なデマでストーリーを広げようとして無理してるわけですよ。うん、なるほどね。なので、まあ、一応私が思うにはやっぱりこのオミクロンとかデルタっていうのはこうその菌を作る、まあ、技術があるっていうのはそのもうイギリスの方でその COVID-19、まあ、こうヒューマンチャレンジっていうプロジェクトを作って若者に感染してもらってどのワクチンが効くかっていうもう実験を始めてるっていうのは公表されてますから、でそれでその若者に感染しやすい株っていうのももう断定されてて、でだけど重症化しちゃうとせっかくの、まあ、治験者が死亡しちゃったら困るんで死なない株っていうのは選んでるってことを言ってて、もう何種類かの株を結構断定してて感染力も調査してるってことはもう間違いない事実なんですよ。だからこれはまあ一つのね、世界の人類に与える、まくりといえば、革命的な一つのプロジェクトだと思う。そうです ね、だから大変な人口70億とか80億を対象に、これぐらいの値段で販売すればこれぐらいの収益が上がる、全部このプロジェクトのミッションはね、全て計算が出来上がっておると、そして死亡者がどれぐらい出ると、それを何回繰り返すかと、そこでパスポートを持たざるを得なくなると、それによってマイナンバーと、デジタル通貨と、それでベーシックインカムを完全にセッティングしていると、それも期間を切って、2020年からスタートしたと。同時に CBDC セントラルバンクデジタルカレンシーという団体も同じ時期にスタートさせていると、いろんな意味で整合するわけです。そっちのプロジェクトは皆、今現実で行われている行為と、だからやっぱり当初から私が言っている、偉大人口削減伴う偉大なそのリセッション、ワールドグレートリセッションというプロジェクトでしょう、これは。そうですね、ということで、この2021年はそういう形でグレートリセッションが行われたということのスタートしたということを、総裁の方から詳しくお伺いいたしました。皆さんご清聴ありがとうございました。